皆さんこんにちは、ダイタラです。さあ今日はね、高城で作戦会議しようってところからなんですけど、まあ4話回行きたいんですけどね。まあその前にガシャ今日引いてないので引きたいと思います。今日引ける回数何と回だと思いますか？なんと6回です。なのでね、ちょっとガシャコイン使って引きまくりましょう。大吉がね、苦労鬼ですのでね、大吉狙っていきましょう。もちろんまだね、1回も金の玉出たことないんですよ。俺結構ガシャ引いてると思うんだけど、いつ出るんだって話だよね。まあね、赤い玉でも武士にゃんとか、おーおー、力持ち、直落ち、で、テンション上がる持ち、よし、近持ち、力持ち、よし。さあ、2回目いきましょう。黒に武士にゃん、黒に武士にゃん、黒よ、赤か、金、いや、金、S ランク、S ランク、ただもなんで青やねん。あ、でも雪女の根金。雪女ちゃん、かわいい。あーね、なんかこん中じゃ当たりなのは、うん、その辺りか、うん、あとは、人面犬もちょっとは欲しいかなってぐらいっすかね。果たして出るのか、カモン S ランク。うん、黒色人面犬来いじゃん。ドン、出た、マジでチクショーねえ、休んでたのにもう仕事に出るとーっとね。人面犬、よし、さあ人面ちゃんです。嬉しい。よし、人面ちゃんはまた今度ね。よし、さあなんかでも今日願えば出るぞ。これ黒に出るわ、黒に出るわ、金婚出るわ、金婚出るわ、混んでるわ、頼む。なんでやお守りアーク。いや、まだね、あと2回残ってますからね、2回。いや、今日赤色以上出てないっていうのがおかしい。中吉も出てない。せめて中吉出てくれよ。頼む、なんでやねん、ほんま。マジで言ってんのか、上の空。じゃあラスト1です。ラスト1、マジで。今作ガチでガシャ当たんない気がする。俺、こんな金の玉出ないの初めてじゃねえかなってくらいだよね。うそーん、俺、運ねえのかな。今日のガシャは終わりです。マジかよ。じゃあストーリー進めていきましょう。はい、じゃあサッカーシーローテー着きました。作戦会議やりましょうか。さあ、タイちゃんを救わなきゃね。まあ、他のみんなも。じゃあどこだ、ここ。え、作戦会議どこでやるの？ 2 階？ねえ、ちょっとついていきましょうか。矢印通りに。ね、ナビはいない。ナビはいないと困っちゃうよね。さあ、この部屋か。ここ、いつきの部屋だっけ、確か。いつきの部屋めっちゃ広いんだよね、ほんと。本もいっぱいあって。これ子供部屋だよ、でみんな。どう思う？でも、怖いよね。よくほら、天狗？ねえ、鬼の仮面もあるしさ。妖怪好きすぎるやろ、君。玉も前、玉もだったか。やつは、妖魔界で待ってると言った。つまり、タエもそこに連れてかれたってわけだ。妖魔界ね。どうするよ、シーン、落ち込んだのか、お前。妖怪落ち使えんかったもんな、前回。妖魔界、妖怪たちの世界か。うん、どうやって行くかだよね。大太郎君行ったことあるよね、昔何回も。ああ、わかるよ、それなら、とかないの？ところで、お前たちは、この時代に何の用があった？そう、タエちゃんに用があったんだよ。あ、実はね、有星家の蔵にある本が読みたいんだよ。黒い太陽。わかった。なるほどな。それでタイ会いに来たのか。うー。でもまさかこんなことなのなんて。みんな。俺のせいだ。すまん。俺が妖怪ウォッチ使えなかったから、タイを守れなかったんだ。反省しなさい。妖怪ウォッチ使えないって前は使えたよね。なんでだろうね。使える資格とかあんの？ふみちゃんすぐ使えたよ。実は少し前からウォッチが動かなくなったんだ。マジ？そんなことある？ウォッチが動かなくなった？なんでだろう。そんなことあんのか？壊しちゃった？いいえ、妖怪ウォッチが使えなくなった理由はそんなことではございません。なんだの？わかんの？もしや何？ウスタ、どういうことだ？ウス、はい、簡単なことでウス。何？今の神様はウォッチを扱うに足る力量をお持ちでないということですね。ウスター、お前妖怪なんか、なんでそんなこと知ってんねん。力量ってそんなこと言われても筋トレするか？わーって、うん、何が原因あんのかな。真のウォッチのことも気になるけど、今は妖魔界に行く方法を探さないと。
ふむ。よし。よし、一丁もババアに聞きに行くが。未来に戻ろう。おばば、何回話聞きに行かなあかんねん、これ。うっす。どうか気をつけて、うっす。え、今ワープできない？なになになに？なんかまたイベントあんのかな？あ、世界の扉から未来に戻ろうってなってるわ。これは、皆様、何かイベントが起こるって合図で、うっす？イベントが多分この辺で起こると思います。あ、みんな待ってんだ、そこで。イエーイ、また帰るね、俺たち。一緒に来る？シン。未来行くんだよね。妖怪落ち動かない理由もわかるかな。あ、早く行こうぜ。あ、ついてくんのおめえら。やばくね。でもおばば、妖魔界の生き方知ってっかな。なんなら俺が教えてやろうか。誰？四天童子？お前は誰？あ、やっぱ二人か。鬼の二人。いいね。みんな集まってピクニックか。おいおい、俺たちも誘ってくれよ。四天童子同血。なんでみんな構えてんだよ。前回仲間やったやろ。こんなとこまで何の用だ。おいおい、冷たくすんなって。一緒に戦った仲だろ。何が目的なの、ふみちゃん。かわいい目的ね。ん？言わせんなよ。妖精系に決まってんだろ。ふざけるな。渡すわけねえだろ。確かにな、妖精系集めてるもんな、ほんと。だってよ、どうするよ、道決先生。我が主のためにならば、うちからずくで奪い取るのに。え、このさ、これ、アシュラなんたらだったっけ。もっ、この、妖精剣は。戦うの？え、戦うの、ここで。急すぎひんか。よし。さあ、今のところ、妖精剣3つあって、あ、4つあんのか、だから。ね、残り1個だね。原文まで取ってるから。よし、行ってきます。トンは死にそうやな、よく見たら。回復しない、回復しない。じゃあ、道決の視点としてダブルできたんだね、今回。ほら、すげえ火力だけ。キャラチェンジしたいな、キャラチェンジ。よし。さあ、メンバー交代しましょうか。ふみちゃんで回復するか。よし。ふみちゃん、ふみちゃんかわいい。みんな変化。よし。行くぜ。俺、シュラコマだ。今日の俺は武闘の術。キャン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 。よし、火炎の術。出てきてね。行くで、シュラシュッシュ。おらおらおら、燃えろ。全然当たってない。ふみちゃん死んじゃった。マジか。ふみちゃん元気出して。ふみちゃん、じゃあ夏目出す。ダイダラくん出す。ダイダラくんだな、やっぱ世界最強男ダイダラくん。行くぜ。みんな集まれ。よし。さて、サクッとやっつけっか。もう四天童子からやっつけよう。ダイダラくんの最強技、スラデックスパイラル。ウサピョン交代。いいよ、ウサピョン行こう。ウサピョンベータモード。頼むで。よし、みんな防御力アップ。よっしゃ、まずはやっつけた。四天童子ナイスー。よし、さあ、あとは凍結じゃな。凍結、うわ、ビーム外しとるぞ。当てづらそう。ダイダラ君のスパイラルマジ威力高いんだけど。ナイスー。よし、勝利。まあ、君たちじゃ俺たちに勝てないよ。もう俺たち強くなったしね、ほんと。でもね、このメンツでね、なんかシュラコマがやっぱまだそこまで強くない気がするんだよね。新しい S ランク妖怪早く欲しくなってきたな。ください。いいね。いって、相変わらず元気な奴らだね。少しは腕が立つようになってきたな。いや、いつも負けとるやん、君ら。こいつら前戦ったより、時より強い。気をつけろ。どうすんの？わかったわかった、今回は俺たちの負けにしてやるよ。何？四天童子。どういうことだ？ほらほら、戦利品ってやつだ。何くれんの？え？え？世界のアーク、過去妖魔界、過去妖魔界とかあんのか。マジか、未来妖魔界、現代妖魔界、マップ多くねえか。妖魔界行きの切符だぞ。もちろんこの時代の妖魔界だ。マジ？どういうつもりだ？
ただの人助けだって礼には及ばない。何が目的、まあ、姫だろうね目的は。おいおい、そんな顔すんなよ。困ってる人間助けるのは当然だろ。じゃあな、これで借りは返した。行くぞ凍結。あ、なんだよ、借り返すだけかよ、ツンデレかよお前ら。周りくどいな戦って。言っちゃった、何だったの世界の悪くれるなんて。あ、もしかして前助けたからその恩返しに来たとか。おいおい、恩返し、あいつら悪党だよな。っていうか最初襲ってきたし、ツンデレじゃねえんで多分。よし、でもこれで妖魔界に行くことができる。彼らの目的は気になるけど、今は先を急ごう。よし行くぞみんな。探偵団やっぱ強いな。どうやら妖魔界の生き方も見つけたみたい。うん、でもシンは戦えない。いつき、俺行くのやめる。なんでシン。はあ、お前何言ってんだ。妖怪ウォッチが使えないんじゃ、みんなの力になれない。まあ、悩むんやろうな。ほんと戦う力持ってるはずやのに戦えないっていう。あの時みたいにまたタイを助けられない。シン、まったく耳に痛いこと言ってくれるな。俺はそのウォッチすら持ってないんだぞ。確かにな、イケメンで 金持ちなだけやぞ俺は。え、確かに。あのな、深く考えることなんかないぞ。友達が連れ去られたんだ、だから助ける、それでいいんだ。いつき、おめえ俺最初性格悪いなと思ったけど、めっちゃええやつやん。友達思いやし、いつき多分友達には優しいタイプ。身内に優しく他人に厳しく。あな、俺とも友達なんないっすか。俺は妖怪ウォッチを持ってないが、タイを助けに行くぞ、たとえ止められても。シン、お前は俺を一人で行かせる気か。なんだそれ、一緒に行こうぜ。うん、俺なんかいろいろ考えすぎてた。妖怪ウォッチがあってもなくても関係ないんだ。行こう、タイ助けに。ね、友達を助けに。最後まで投げんな。な、はい、行くよ、二人とも出発するよ。いや、なんかほっこりするね、この友達を助けるためにみんな。でも君邪魔やで、女の子。なんか、おお、こんな車走ってたんだよ。タイヤ一個しかないけど、お前あれこけへんの、大丈夫なの。よし、はい、では新しいとこ行けるようになりました。過去の妖魔界、なんか雰囲気的には今までのゲームで出てきた妖魔界に似てますね。妖怪ウォッチ過去のシリーズ、妖怪ウォッチのね、妖魔界は、なんだろうな、変な、お祭りのね、場所みたいな空間だよね。提灯がいっぱいあったり、ね、ほらほら、提灯があったり、そう、こんな感じ。ああ、そうそう、空の色が緑っていう。妖魔界、なんか、過去やけど、すごい栄えてない？たこつぼ？たこ焼き屋さんでしょ？入りたい。すげえ！すごい！こんな景色見たことない。だーね、この時代の妖魔界ってこんな感じなんだね。僕は他の時代行ったことあるけどねっていう、ちょっとなんかダイダラ君特有のいい感じ出してますね。嫌味じゃないですよ。へんてこの建物だらけだ。なんかすげえとこだな、うん、思ったよりも華やかなとこだね。とんでもないとこ来てもらったな、シン。何ビビってんだ、シン。シェン、え、どうした。驚きすぎて固まってるに。おいおい、シン帰ってこーい。いや、すごいねこれ。妖魔界に来れたのは、伊賀どうやって卵を探すかだよ。あ、ウィスパーだ。それならば私にお任せあれ。なんか当てあんの、ウィスパー。もちろんね、ウィス。この妖魔界は庭も同然、知らないことなどあーござーせん。マジ、なーにせっ、私この時代の大王様の側近でしたから、どこへいたってもビップ待遇ですよ。マジで言ってんの、ウィスパー。お前大王の側近やったの昔。何それ、そんなこと言ったっけ。ゾン、大王の側近でまた うさんくさい設定出てきたぞ。本当だよ、絶対嘘だろ。ウィスパー無能やのに。ちゃったー、設定じゃなくて事実で。ウィス、今でもカオパスで宮殿入れるんですかな。そこまで言うなら証明するで、ウィッス。今から閻魔宮殿ご案内しますよ。そうだ、ね、あ、初代閻魔大王か。ねえ、多分。
でもそれが本当なら何が聞けるかも。そこ、ここはわずかに可能性かけてみよう。ウィス、トーマキュン、あなたもなかなかのトゲをお持ちですね。タエ、待っててくれ、絶対助けに行くから。さて、ウィスパーがね、嘘か本当か誠か何かわからないがね、え、未来の人って側近なんですか。でも過去のウィスパーがさ、本当に側近なんですかって聞いてるからには絶対違うでしょ。え、なんで声かけられねえんだろう。妖怪ウォッチの力が足りねえからかな、見えないのって。ね、バス停がある。ちょ、これ一回マップ見るか、どんな感じなのか。お食事どころにスポーツショップ、ガシャランドってなんだ、売店に、ここだね目的地。ガシャランド、ほら妖怪おるよ、ほらほら力持ち、持ちはいるんだね、もちもち。見ないか、持ちね、妖魔界気に入った持ち。いろんなとこにお宝隠れたりするから隅々まで探索してみるといい持ち。宝が隠れてるってそんな言われましても。ちょっとまあまあ、でも言われた通り少し探索しながら進んでみたいと思います。バグロバーじゃん、ヨーバーおばちゃん、この木の下でどうしたんや。ここはみんなありのまま生きてるのじゃ。いい街だが暴露の死骸がないの、まあ、好き勝手生きてるってことやろからな。え、なんか穴開いてんだけど。来た来た来た、宝箱、すげえ。え、何こいつ、自販機妖怪だ。じはーん、なんでおめえら、さあさあ順番ならねえか、今日はいちごミルクの日だぜ。面白いな、自販機、銀行系、自販機売ってくれんだね。あ、ジャンプで超えれた、楽ちん。なんかすごい長寿、これ隠れ道じゃないよこのマーク。で、ここタコツボ、あ、入れないんだタコツボ、こんなでっかい建物なのに。たこ焼き食いてよ。待って、下っ側もなんかあんじゃん。すごい、すごい構造してんな、ここ。うわー、宝箱もいっぱいあるし。まあ、ぼちぼちね、探索しながら撮っていこうと思いますけど、まあ、全部探索してたら一生終わらないので、ね、動画内では軽く探索するって感じでいきましょうか。さあ、なんか売店とかなんかいろんなお店があるんですよね。でもやっぱ一番気になるのが、そのガシャランドってやつ、ほら、見て。これチャンス、うん、まあ、チャーリーじゃん、あれめっちゃ走っとんな。さ、ピントコーンとかもなんかいっぱいいたりしてるわけですけど、よ、ピントコーン何してんのここ、なんて言おうとしたんだっけな、ピントコーンな、なんて言われようとしてるのかな、ピントコーンな。俺こいつらとは友達になりたくねえな。めんどくさくそう。何ここ、ウェルカーム、あら久しぶりじゃん、ハレ女さん、ガシランドへようこそだよ。いろんなガシャ取り揃えてまーす。あら、めっちゃガシャ回しとるやん、君ら。ん？ここ何なの？いらっしゃーい。ガシャポイントで交換できちゃうよ。お客さん初めて見たい。コンタンが説明してあげる。この店ではガシャを回してもらえるポイントで素敵なアイテムと交換できる。最初にガシャポイントカード開けるね。なくさないでー。今までの分のポイントもつけまーす。あなたの気持ちなんてか見え見えなんだから。あ、よかった。今までガシャ回したら意味ないんじゃねえかなって俺心配やったよ、ほんま。ガシャポイントカードゲッター。ガシャ回せば回すほどポイントたまんの。で、ヘルプガシャランド。何ここ、ガシャランドはいろんな世界の妖怪ガシャが全部回せる。ここ未来も過去も全部回せるの。俺今日動画の冒頭で回しちゃったんだけど、ガシャ、あなたが見つけた3つのガシャと妖魔界のガシャ、全部で4つのガシャがある。嘘ー、ガシャがたくさんあるならまとまってほしいって、あなたの気持ちミーミーなんだから、うん、ありがとう、レベル5。さらにさらに、ガシャがポイントカードがあればガシャ回してポイントがたまっちゃいます。今まで回した分もちゃんとポイントつけてるから安心してね。受付のコンタに声かけたら景品と交換してあげちゃうっていうお得なポイントデーがある。後ろに3がつく日はポイントが3倍、7がつく日は7倍、嘘やん。でも毎日ポイントデーじゃない普通の日でも毎日コンタに会いに来てほしいなーっていう。そんなん、なんだよ、伊藤洋かどうかよ。8のつく日はハッピーデーみたいな。ね、今何ポイントなの ?77 ポイントめっちゃ持ってんじゃん、俺。どんだけガシャ回してんだよ。なあ、もう何でも買えんじゃん。何でも交換できるわ。俺金持ちだけど、なんか質問あるみたいな。そんなとこあるよね。ヨーマライフル、ド派手な盾、狙われやすくなる。ド派手な盾、よくねこれ。ゴルニャンに装備させときゃ。うん。
でもなんか思ったよりろくなもんないな。まあガシャは俺毎日回すから多分大丈夫だと思うんだけど、これだけ交換しとこう。よし、ありがとう。多分ねこれめちゃめちゃ強いと思う。コンタンありがとうな。コンタン、コンタンかわいい。よし、装備がね、まあ、いまいちまだ足りてなくて、いろんなキャラにね装備させるアイテム欲しいっすよね。ほんとさ、丈夫な盾っていうまだゴミみたいな装備だったんですけど、ド派手な盾ねえ。よし、これでゴルニャンは最強になりましたね。いっぱいなんか装備も持ってんだけどね、なんかその他もろもろ。草薙草薙装備してるからめちゃめちゃ硬いんだよね君は。一応白駒死にやすいからな。なんか技のスロットでいっぱい空いてんだけど、これって何なんだろう。レベルが上がれば覚えるのかな。一気になってたんだけど、そう、最上階ガシャドクロでけえなこれ。あ、最上階婚活会場じゃん。ここに繋がってたの婚活。いらっしゃい、お待ちしておりました。なんだよ、じゃあ妖魔界行くことできたんだ、あの扉から。装備カスタムってなんかどんなのがあるんだ、装備作成。それこれなかなか見てなかったよね。意外といいの作れんのかな。鬼神の斧、強これ。鬼神の斧見てよB ランクのプチコンがいるけど、でも僕合力の子70個もいる。やば、なんかやばいの作れんな意外と。これポイント交換よりもすごいもん作れんじゃん。うえー、欲しい。ダメージ与えると体力が回復するもん。これもやばいでしょ。胎児のコーン。うわ、ド派手な盾ってこれか。ねえ、さっきのやつ。イボイボシールド。反撃するってやつ。いろいろあるね。いいや、また今度にしよう、これは。いつでもお越し。これ妖怪をもっともっと倒せるようになってからだね。これ、あら、これ現実変えれんじゃん。なんだそりゃ。ねえ、さてさてさて、うっす、2階は婚活相談所でーす2階までが遠いな。なんか階段これ無駄な作り しすぎやろ。ねえ、ガシャーガシャーガシャドクロ好き。妖魔界の妖怪ガシャについては、まあ、次回ぐらいの動画で確認しようかと思いますね。じゃあ皆さん今日はここまでにしましょうか。妖魔界つきました。次回ウィスパーのね、あれがどうなるのか絶対嘘だと思うんですけどウィスパーの嘘が本当なのか確かめに行きましょう。また見てください。お疲れです。